ここまでのところは思惑通り。大いなるグナースの群れは未来切り開く者に呼びかける。勇ましき者、武を誇りし死、群れを導く神、武神ラーバナ、舞い降りたまえ。人を捕らえましてございます。その初段について伺いたく。ほう、人がグナースの地に。グナースの神ラーバナよ、我らにグナースの領土を脅かすつもりはない。ただなぜ竜と戦うのか、それを御神に問うため訪れたのだ。これは奇妙なこともあったものよな。人がグナースの戦いに口を挟もうとは。人もまたドラゴンと戦うと伝え聞くが、さて同盟の契りでも求めに来たか。いいや、違う。我らは竜と人との争いを止めようとする者。故にグナースと竜との戦いも望んでいない。グナースはこれまで静かに暮らしてきたはずだ。なぜ今になって御神を呼び出してまで戦うのか。愚かなことを。戦いとは生の営みに他ならぬ。グナースは人とドラゴンが争う陰でひたすらに耐え忍び、そして牙を研いできたのだ。両者が傷ついた今こそが千載一遇の好機なり。我はグナースらが恐れなく生きるためドラゴンを斬る、その願いによって生まれた武の神だ。なれば武によって語るのみ。武神ラーバナよ、我らと勝負せよ。そして我らが勝利したならば、ドラバニアの竜に対する狼藉をやめよ。
人にもまたかように豪気なものがおったか。面白い、この武神ラーバナ、お主らの挑戦を受けてたと。しかして我が勝利した暁にはお主らの魂を奪い、我が強者とする。依存あるまいな。承知、ならば私から参る。約束をたがえることなどなかろうな、武神ラーバナよ。無論だ、武神に二言なし、受けて立とうぞ。これほどとは、クリスタルは足りなかったか。神の力をもってしても、やはり人はこの程度か。さて、お主はどうする。戦うか、その勢いよし、かかってくるがいい。